今日ご紹介する駅がこちらになります。内名駅。トイレがあるということです。うわすごっ、もう昔の山奥の秘境駅。最後までよろしくお願いいたします。はい、やってきました。芸備線の駅です。この上にあるらしいということをちょっと言ってみます。来ました。内名です。便所、トイレがあるということです。もう非常にね、建物もシンプルなはずですけど、便所。うわすごっ、もう昔のちょっとあれですけども、
こういうもんだよという、こういう感じの便所、完全にあの垂れ流しスタイル、なかなかないですよ。シンプルで、ようこそ内田駅へ。やっぱりあの観光というかね、そういうので待合所、こんな感じですね。あるとこやっぱ神社が多いですね。しないでね。うちの観音像とかね、いろいろ。秘境うちな駅缶バッジ。ほう。記念にお持ち帰りください。またのお越しをと。記念にお持ち帰り、お持ち帰りください。こんな感じ、あ、こんな感じです。せっかくなので一つ持って帰ります。一日の乗車もまあ。合わせてね、6回。昔は汽車とか来てたみたいですね。はい、お一人様お一つね、缶バッジ。いや、ありがとうございます。関係の方。ちょうどね、缶バッジ集めてたんで、でもこうやってね、来て取って、みんながねこうやって来るというか、すっごい空気がね綺麗なんですよね。めちゃめちゃ綺麗、綺麗な空気。はい、内田駅やっぱねどこもね川のね流れる音がいいですね。というわけで今日はこんな感じでお送りいたしました。やはりね最近秘境駅がね流行ってるみたいですね。こういう感じでね、山奥の中でこれいいと思いますよ。それでは失礼いたします。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも。